らっしゃいゆりきゅうチャンネルでございます。はい。ということで、第3回目の緩和9代ということで、改めてらっしゃいゆりおか超特急でございます。はい。ということでね、前回が、えー、2月の2日に収録ね、させていただきまして、今日がね、2月の22日の、えー、木曜日の夜と、 いいうことでござまますね、まあもうすぐちょっとイベントもね、あの控えておりまして、28日にはね、新宿の共演サウンドで、アナログ太郎くんと、ねえー、80年代歌謡リクエストカフェというね、素晴らしいイベントもありますし、その後は、えー、3月の8日か、金曜日ですね、はい、あのそこではね、 えー、木原りんご穴、全日本プロレスでね、りんご穴としてずっと活躍されてましたけども、ゆりきゅう木原のプロレステーマ曲の殿堂というですね、まあプロレスのテーマ曲をみんなで聴こうじゃないかという楽しいライブが、もうこれはね、ずっと昔から私がやりたかったライブなんでね、そちらの方も。まあね、結構お客さんが割といい感じで予約が今ね、チゲットで予約、あのー、ね、受付中なんですけど、まあまあいい感じなんですけど、まだまだ、 あの、間に合いますので、ぜひですね、よろしくお願いします。ということでございます。まあね、いろんなことがね、だからまあ、この前のあれで言うと、2月のあれか、あの、最初の方から、いろんなニュースがありました。ああね、プロレス界で言うとね、女子プロレス、スターダムがいろいろね、今大変で、ロッシー、 あの小川さんっていうねまあ、ずっと全日本女子プロレスからいてあとアルシオンとかいろんな団体をねまあ、作っててスターでももちろんこうねまあ、創業者と言いますかあのー、いた方がですね解雇されるという引き,引き抜き、ね、引き抜きにくいですねはいあのー、岩谷真由さんはね両国国技館が必ず言えないんですけどもまあ、そんなことはいいんですけど女子プロ 回ねまあ一強と言いますかトップを走るねあのスターダムがもしかしたらねあのこう離脱者が出るんじゃないかまあ実際ねロシ小川さんがもういなくなったわけですからまだまだ新しい団体をねやろうみたいなことを言ってますから。 どううなるんでしょうかねまあでもやっぱ前女のねやっぱ昔のね全、まあ、日本女子プロレスっていうのはもうね松永兄弟がやられててね松永ファミリーが今から考えたらねまああの多分今年かユリアンレトリーバーがね合格女王って言って多分ネットフェリックスかなんかでどっかでやると思うんですけどあのー、ねえ多分もうハラスメントの嵐みたいな。 あの不適切にも程があるなんてもうね、そんなもんじゃないぐらいの、あのあれがもう適切に見えてしまうぐらいのね、あの恐ろしいあの世界を描いたあのドラマになんかなりそうな気がしますけど、まあ全日本女子プロレスって独特のね、そういうまあ今だと考えられないようなあの世界があったわけなんですけど、その時からね、いる方で、 なんかやっぱり昔のね、まあ、こう山家じゃ、山市じゃないけど、なんかこう、ね、やる感じがありますよね、やってくれるというか、良くも、良、まあ、くも悪くもっていうか、まあ、そんな悪い印象はないんですけど、あの、ちょっとドキドキしますよね、どうなんですかね、まあまあまあ、大きな団体が一番やっぱりいいね、状態で、そのまま行くってのがね、なかなかやっぱりなくてね。 うん、なんかかあるととやっぱりそういうい出てきてき、まあ、昔のね新日本プロレスとかもそんなんばっかりだったんですけどねそれでなんかドキドキワクワクしてあのー、ね髪切れ1枚で俺たちを縛り付けちゃいけないっていうね しばすけ、締めつけれるのかって長州力さんが新日本から全日本に移った時言ってますけど、いやいや、それが契約だからっていうね、当たり前のことなんですけどね。よく考えたら、ものすごい間違ってるんですけど、言ってることがすごい間違ってるんですけど、なんとなくレスラーが力強く言ってしまったら、我々なんか勢いで受け、あの、受け止めてしまう。受け止めてしまうというか、なんか面白い方に取ってしまうっていうね。それで、まあ、2年後とか3年後ぐらいか、結局また全日本からね、新日本に U ターンするんですけどね。あの、とんでもないことなんですけど、 まあだからやっぱりあとでその辺のね、あの内幕とかが本になったりすると面白いんだろうね。あんまりそういうのがね、だんだんなくなってきて健全な世界になってきてるから、やっぱりね、不健全な世界でね、我々プロレス好きになっちゃったんでね、どっかでちょっとね、そういう求めちゃうとこがありますね老害ですね。 ねまあでもそんなね、そういうねえ層の方しか見てませんから。はい。まあ、どうなるんでしょうか。あかんじゃねえとかね、スーパーエイトになってね。あの、あ、しゃぶしゃぶ店で、えー、しゃぶ、な、洋さんしゃぶ派なんか、バイトテロ迷惑動画ってのは、なんか、はがいじめしてね、ホイップクリームを口に流し込むとか言って。なんか、あれもあった。ドミノピザもあったよね。なんか、鼻ほじってこう、入れて、みたいな。 ビザキジネってさ、店舗もね、なんか、もう、営業停止になってんすか休止なのかわかんないけど、で全て廃棄しましたとかって、あれをね、直接またその後、あの、やったわけじゃないんだろうけど、いや、去年もすごかったし、まあその前もだけど、なんであれ、あげるかね、本当にね、わけわかんないよな。だから、もうね、あの、迷惑動画ってのはね、その、多分、僕なんかもね、いろいろ、 あの、戦、ま、う、あ、りの寄せとかね出させていただいたりとか東洋館で結構年齢層が上の方の前でもねやるんですよその迷惑動画って多分ね迷惑動画を上げてるような年代の人はあんまりいないしちょっと気持ちも,もよくわからないと思うんですけどあのー、そういう方でもやっぱりなんかねあのー、去年のちょうど1年1年ぐらい前あったり今頃にね。 あの、1月とかぐらいに、あの、スシローのね、なんか、舐め、舐めるとかね、そういうのがあって、あの、<laughs> ま、そこでね、小林も言ったかもしれないけど、あの、醤油を舐めるのが信じられないってね、我々、塩分を控えなきゃいけないのにね、舐められるなんて考えられないって言ったらね、そんなに受けないですね。ええー、なんまだ早いんですかね、なんか、年寄り若く見えちゃう、なんか、なんかもう一つピント、 まあ、なんか塩分の話私はね結構あの本当に塩分控えめでね、えー、あのやってるんですけど、あのー、糖質とかなかなか控えられないねあれ本当にね何な,なんだろうね、まあ、とにかく何,何事も控えてね,あの、えー、ね発毛も控えめなんですけどもなんかそういうネタやってたりとかね誰かよくわかんない湯のみなんか舐めても意味ないみたいなねそんな我々の頃は好きなこの縦笛を舐めてましたっていうね。 えー、あのー、ちゃんと分かった上で、誰のか分かった上で舐めてました。ここは何とか受けますね。ここは何とか。あ、そういえばね、名古屋の大須演芸場。私もね、お客さんとしては見に行ったことあるんですけど、あの、大須のね、ど真ん中にある古くからね、もう本当にツービートさんとか、ヤスキさんとかその辺の世代の人も出たんじゃないかな。まあ、落語家の人がもちろん多いんですけど、あのー、ね、舞台がありまして、行ったらね、雰囲気がいいんですよ、昭和の。 場所の立地もいいしね、そこにね、4月の6、7かな、土日かな、あの、行かせていただくことが決定しましたね、これはなんとかね、出れないかとね、思ってたんでね、ちょっと嬉しいですね、4月の、はい、えー、6日土曜日と7日、えー、日曜日ですね、6日は3ステージ、うん、7日はね、2、2 ステージとということでねせっかくね、なんか、名古屋に行くんでね、なんかイベントでも、プロレスなのかね、SKE なのか、あのー、やりたいなぁとは思ってるんですけどね。あラッシャー・レイディオはね、今週から3週間、新選抜のね、大村杏斗さんにゲストに出ていただきまして、いい子ですよあの子、ちょっと電話インタビューだったんですけどね、去年もいろいろ、あのー、ゼロポジのね、あのー、 討論会か。討論会とか SKE 学園とかとね、やっていただいてね、なんかね、すごい勘のいい子でね、話してて、ちょっと突っ込んでもね、あのー、なんか、こう、いい感じでボケてくれるとか、なんかちょっと勘のいい、トークにおいてもね、勘のいい感じがしたんで、あの、センターも目指してますなんてね、力強い言葉を、あのー、言ってましたから、愛のホロ,ブホログラムか。来週発売になるのかな、28日のもうね、 SKE さんとねお仕事とかさせていただいてね長い長いですね結構もうね SKE 学園なんかも最初ってたの10年ぐらい前だしうーんもうねいわゆるなんか応援してから13年14年ぐらい経つのか比嘉くんと一緒にやってるけどいやいやもうその時にね先発メンバーだった人みんな卒業してますからね 本当に。だから、う野球で言うと、発行したでも、コーチになったりね、職員になったり、あ、職員になったりしますからね。そんな感じですよね。藤井聡太八冠、えー、賞金史上最高1億8634万円って、これなんかわかんないけど、もっと上げてもいいような気がするね、これ。野球選手とかね、いろんなサッカーとかいろんなのを比べたらどうなんすかね。なんかもっとあれでも、 いいね。あ、長瀬九段が勝利っていうのがあったんだな。うん、20連覇してたんですけど、2, 2月20日に負けたか。もう負けたか。もう明るいニュースがなんか大谷ね、昌平か。ね、もうその藤井聡太しかないとか言って、それもなんか多すぎるじゃないか、大谷翔平のニュースはとか言って、なんか、ヒャダインさんとかがなんか苦言呈してましたけども、なんかわけわかんないね、本当にね。かといって暗いニュースも嫌だしね。 本当に、長瀬九段はあれですよ、このね、なんか、あの、勝ちそうだったのに言ってしてね、言って間違えて、こう、あの、ああ、ちくしょうっつって、こう、あの、頭かきむしってた人で、あーちくしょうなんでこの時にゃーっつってね、えー、羨ましいですけどね、我々にとってはね、えー、羨ましいというね、あの、我々がね、悔しがっても、頭皮マッサージにしか見えないというね、こうね、だいぶ昔からね、えー、ネタにしてます。獅子頭に負けて、負けてらんないっていうのを、 あれだけどハゲは仲良くでできないですねうんあバイデン大統領がね、高齢すぎて記憶力を不安視されるというねあ、トランプさんがまた出馬してね、今またやってるんですね、大統領選の、まあまあ、またね、あの本当に最終決戦は、まさに最終決戦はもうちょっと先ですけど、始まってますよね、本当に。いやいや、もうね、50代半ばでも出てこないからね、もう忘れ、 もう忘れるとか思い出せないんでね、うん、人の名前とか本当に思い出せないよねほ、うんとに、まあ、思い出せないのはねあのこの前のねうちのあの親戚の集まりでもねあの言ったんですけど思い出せないよって話をねやっぱりしちゃうわけですよやっぱ40代50代になるとね出てこないっていうのはもう出てこないのはもうその人のねタレントだとしたらまあスポーツ選手の場合もありますがその人の頑張りが足りないってことにしようっていうね頑張りが足りないんだろうってことがね頑張ってたらタモリさんとか覚えてるだろうみたいなねこと言ってもタモリさんが出てこなくなったらもう 怖いねいや本当によく知ってる人でもね怖いよねその老化とか老いねとかいうのをなんかこうごちゃごちゃ言うってうのは日本日本だけなのかねもう他のとこもあるのかやっぱりそれは若いのは素晴らしいけどやっぱ自分がね年取ってくるとあれだねそんなになんかね老いということに関してものすごいねまあそのハラスメントも あるよねだから、いや別に何でも、別にハラスメントって別に球団はしなくていいんですけどね。文句は言わしてくれっていうね。あのー、なんか真面目に責めるってのはまたちょっと違うから。違うんだけど、なんか劣化とか芸能人とか言われちゃうよね。早く年を取るってのは、まあ頭にとってはいいのかもしれないね。上皮口とかね、子供の頃からお亡くなりになるまで割とイメージ変わんなかったもんね。だから、通痛の人はいいのかも。 かもしれないですけどね。うん、ああ、東京ドームね。テラスウィトのライブ中にプロポーズ。うん、プロポーズする。なんでしょうね、アメリカの、なんかね、キャスターとか、なんかプロポーズしたりしますよね。なんかその途中でね。なんか、結局も盛、盛り上がるんですかね、ああいう。クイーン行ってきましたよ、クイーン。クイーンとアダム・ランバード。アダム・ランバード行ってきてね。いや、すごかったね、これは。 ガイタレのコンサート行ったのもタトゥー以来なんじゃないかと思ってね本当にあにおなじみのね私が一番ね終わった後あのお客さんに取り囲まれた医療課長特急のね人気のピークだと言われた一番あの芸能生活で一番あの写真撮ってサインした日ですねタトゥーのコンサートの早く終わった不満をね日本で一番解消した男ですけどもあの動画撮影もオ、OK、げだったしねだからすごい上がってるけどみんなあの。 あとね結構ね3階席だったんだけどねあのーまあ、家族で行ったんですけど1列目の方は立たないでくださいっていうなんかもう危ないからなのかなとにかくってことでね結構、あのーまあ、僕なんかももうねやっぱ立ちたくないんですよねライブってねなんか結構ね若それこそ若い 頃はねねいいけど、ね、あの昔、だから、8年前ぐらい、いつからなのかな、なんか、そう、総立ちになることが、一つなんかちょっと、珍しくなったみたいな。総立ちの久美子って、山下久美子なんかさんなんかね、ライブになったら、今当たり前なんですけど、なんか、総立ちになるっていうことが、逆に売りになってましたもんね。なんか、それを天竜さんが、なんか、そう立ちのね、まあ、久美子に、ね、あの、 まあ負けないようにねってその山崎久美子が「総立ちの久美子」と言われてたことを天竜さんが割とその後だいぶ経ってからちょっと古い感覚で出してましたけどねええー、ちょっとその時ちょっともうなんか「総立ちの久美子」と言われてない頃に例えに出してて天竜節がね「あの、まあ、よかったですよね、えー、こっちは指図がね総立ちの源一郎総立ちの源一郎」まあ、総立の一郎って言ったかどうか知りませんけどねまあなんかそんなような感じでねあのあってあの行きましたあローリングストーンズも行ったね。 そうか、ローリンソーンズ以来かな、タトゥーの後ぐらいに行ったか、外国人のね、なかなかアーティストはね、やっぱりブライアン・メイとかがね、もうすごかったね。もう元気だしね、出ずっぱりだしね。もうあと、もうあの毛量ね、やっぱ毛量がやっぱどうも、チミ毛量、いや、チミ毛量で、もうあの毛量がどうも気になっちゃって、ずーっとあれでしょ。で昔からね、まあそのま、まさに本当になんかね、 こうギタリストでありながらもちょっとなんか哲学者とかがまあそういうねもちろん学歴もあれなんですけどすごいんですけどもう哲学者的なとこもあってこの白いね髪の毛もまたかっこいいんだよねそれが後ろからねパーッとね当たってそこが白くてねあの神様みたいだったね本当に神様ですかって ブライアン・メインに神様ですかって聞きたい方に、いやいやとんでもない私は神様だよって多分答えてくれると思うんですけどね。この前ちょっとドリフのやつやってましたね。ドリフのなんかコントベスト100みたいな、ベスト50みたいななんかやってましたね。とんでもねえなって思いながら。あの、すごかったなぁ。ロジャー・テーラーのドラムも良かったしね。本当にもう、可愛くてね。昔は本当に、ベスティー・ローラーズ顔だったね。 あの当時はもうイケメンでねいやほんとでいやでもランバーともねあの中でねやっぱりもう本当に客層も子供からも最近知ったねもう CM とかでも流れてるから子供も人気あるしその当時のファンもいるしねまあ私がね中学生ぐらいの時にやっぱ人気あったなクイーンはあのこれでもミュージックライフとかねあのロッキンオンとか音楽戦火とか。 ねえ、買って読んでましたからね。うん。あ、こういう話求められてないですね。わかってます。大体こういう話とかね。私があの、あのー、なんかショーレースとかをね、R1 とか M1 とかキングオブコントとかね、あの、そういうのをね、あ,のあんまり求められてないなって。割と、割とその考がいい方なんまあ、語らせてくれよ、本当にに。何なんだよ、本当にな。いや、よかったね。ブラヤメラのこの毛量がね、すごかったね。もう、五行がね、あのー、刺してましたよ。そんな。 こともああ、りながら、うん、あこん今回のやつはね、あんまりそんなに、そんなに面白くないです。え、あのー、そんなおあの、そんな何も起きないから、もうやめる方はここでやめていっいや、ほんとはね、面白いニュースあったけどね、あ、これね、ちょっともう、あのよ、この話はでも9点でした方がいいなっていうね、テーマがね、あのー、結構ありましてね、あんまりもう、今のうちからもったいないね、この頃で。 あのね、海猿の作者、佐藤秀、えー、法先生がね、主演俳優の、えー、ね、えー、まあ、誰だか、主演俳優ちょっと私誰だかちょっと全く浮かばないんですけども、あのー、なんか、人中見舞いというかね、映画化された時に行ったら、なんか、えー、何、原作祭が来てんの何、喋んなきゃいけないのとか言って、あのー、吐き捨てたってことで、嫌なやつだなと思いましたってのがありましたね、あれ。これね、誰なんでしょうね。 続きは9点でということでね、まあライブでもやってますけどもね、すごいですよね、なんかそういうね、やっぱり、あのー、ちょっとね、悲しい事件があって、その原作者とかね、やっぱそれが映画化、ドラマ化されて、まあアニメ化とか実写化とかいろんな場あと舞台化とかね、 まあ、推しの子、ね、アニメ推しの子なんかにも、漫画推しの子か、その中にも、まあ、それこそ実写化されますけど、そういうことに関するね、苦悩というか、かなりリアリティな、リアリが、リアリティのある感じで書かれたりしてますけど、まあ、でも、そうかもしんないよね、声優さんの声がどうこうとかね、イメージと違うとかでも意外と慣れてきたりとか、まあ、鬼滅の刃なんかもね、この前見に行きましたけど、あのー、まあ、素晴らしい。ね、あれなんかはやっぱり、ね、その、 何々の方っていうねそのやっぱりある意味このア,クションアクションでもありねどう表現するかっていういろんなね柱の皆さんの方とか鬼のねああいう恐怖をどういう風に表現するかってのがやっぱり逆にすごいなと思いますけどねそういうことはなかなか我々お笑い芸人はねなかなか自分の作品がみたいなことで。 体感しなーいか。ああ、ねえ。だから、なかなかね、本当に、あの、大変な問題でもありますけどね。でも、伊藤秀明さんがね、えー、インスタをあいい、あれ、あれ、なんか今、伊藤秀明って、なんか今、なんか出てきましたね。べあ、そっか、伊藤秀明さんは、あれだ、あの、沢尻リカさんの復活した、 あのね、舞台に共演者あ、そうだ、そういう話題だ。その話題な、なんか普通に出てきちゃったな。伊藤健太郎、伊藤健太郎君もね、意外とね、映画のね、あの、仕事が復活してるとってね、意外と、意外としてますね、ピエール拓さんとかもね。結構してますよね。あの、エリカ様がね、4年5ヶ月ぶりにね、復活ということで、もう、あの、もう、あれだったらしいですよ。もう、あのー、ね、速完チケット速完 ね新国立劇場がもう終わったのかな ?2 月10日から2月18日でいい。もう沢尻エリカと伊藤秀明を組み合わせた人偉いね。これはな、なんでしょう、これ。ね。全然間違ってるんですよ。間違ってるんですけど、なんか毒を持って毒を制すみたいなね。うん。合ってる合ってんのどうな、どうなのわかんないんだけど、欲望という名の電車っていうね、なんか割と欲望がね、強そうな方がね、出てんじゃないかってことで、あの、 ねえサウジレイカさんの彼はねロン毛でねあのすんごいこうなんか会社社長とかでフラッシュではねクワマンニのイケメン社長って書いて書いてますけどね、えー、クワマンニのってね で、本人がね、ちょっと桑間にっていうのはさすがにやめてもらえませんかって言ったらあ、次の,あの時からね熱愛、えー、ね桑野信義に乗って、ね、言い方が変わっただけだろうってなりましたけどね、えー、そんなこともありましたけどこれはちょっと見てみたかったねこのドラマはねやっぱり演技としてはすごいからなだから俳優としての実力とかねま当た大体あり前ですけどねプライベートっていうのはやっぱ違うからなだから私もねなんだかんだいろいろね話をしますけど やっぱりねお,お笑いの方とかねすごい近い存在だったら同じねもうあのお笑い学校出身のアンジャ師の渡く君とかもそうそれは昔から知ってるからこういう人となりだとかいうのがあえて分かったりはしますけどあのねえまた別物ですからねなんか難しいよなそれでまた立場によってね人がやっぱ変わるからねえ私も自信がないものそんな。 超人気者になってねそういうみんながどこ行っても歓迎されて女の子がギャーって言って集まっちゃったらねちょっとね尊大なやや傲慢になる方がねこれ普通かもしんないねいや本当になってないから言えないだけで多少ねなるよ本当にあのー、ねなんか誰か何か書いてあったな大谷翔平と芦田愛菜ちゃんだけはこのままねあ藤井聡太君もか あのー、<laughs> ね、スキャンダルを、ね、暴かないでほしいみたいなね、こう、国で保護するべきだみたいなね、ことあって、まあ人間ですからね、何かしらみんなね、無理やり探せば何かしらがあるのかもしれないけど、まあ逆にあるいはね、大谷翔平とか藤井聡太とかがね、色完璧すぎるから、なんかね、あのー、他の芸能人、有名人がちょっとね、あのーもう、そういうもう、あのー、もう静電潔白なところを求められすぎてるなって怒る人もいるし。 怒るね、相変わらずね。怒るね、本当に。あんまり怒ってないんだよなあんまり。まあ、怒ることありますけどね。うんうん。あの、私がね、好きだったカゴメのニンジンジュースプレミアムがね、自分が売ってるあのコンビニにないとかね、えー、なくなるとかね。あんなうまいものがね、清水美智子さんも言ってましたね。こんなうまいものはないって言ったあれはうまいよ、びっくりするよ。なんか2024限定、なんか商品とか書いてあったんじゃないかななんか、えー、好きだって言われるに曖昧ですけどね。 あのー、人参ジ,ジュース、キャロットジュースうまいんだよ。これ、本当にね。まあそういうのもあるからね。まあ芸能人なんかでもチヤわやされたいからね。やってますからね。なんていうことを我々世代の人は言いますけど、もっとしたも言うのかな。あんまそういうことは、あんま若言わなくなったらね、モテたいからや始めてますね。みたいなこともね。 ちょっとなんか言わ、言われて、あのや、やんちゃしてたって、あの、やんちゃしてたっていうキーワードは昔から嫌いなんですけどね、なんか、やんちゃしたってっていうね、キーワードは、本当にそ、ね、その辺はいつも、アナログ太郎くんとね、リクエストがでって必ず出るんですけど、でもやんちゃしてる人結局好きなのよ。なんか、やっぱり不良だ、不良だった人が予備校の先生になるとか、政治家になるとかね、やっぱ未だにその文化残ってるもんね。好きなんだね、それはね、嫌いなんだよ。 そ,のそれをさらにねおあのあ、の、群馬県の方でね犬に噛まれてとかなんかねあとは熊の被害が多かったね熊の被害がね秋田とか岩手とかねあこれもねこれもちょっと面白い話なんだけどこれごめんなさいこれはちょっと言えないですわ。 本当に。いやいや、これ、詐欺だな、これ。さ、面白いこと言う詐欺だなあ。あまあでもいい、いいのか。そこまでなね。あの、BPO でね、青少年委員会でワイドな、それがなんかその、 b p o で取り上げられたっていうのが青少年委員会で、ハゲネタについて考えるっていうのがね、取り上げられて、ワイドな章で死頭がね、出てきてなんか真面目な感じでやってましたけど、でもまだちょっとでも、ハゲに関しては半笑いな感じで取り上げられて、逆にちょっと安心しましたね。それを完全にね、あの、真面目にシリアスな感じで撮るっていうのは、まだちょっと違うのかなっていう部分とね、 あのー、そうですねまあ私の場合はねもう逆にもうねなんかこのもうここまできたら最後まで励切ってやろうって思ってますねゲ抜けてやろうっていうね走り抜けるゲ抜けてっていうのがなんかもうマイナスにマイナスでちょっとややこしいんですけどゲ抜けてゲ切ってやろうっていうねもう、まあ、でまだまだちょっとねゲ足りなかったのかなって自分でもあるし、うん、まあちょっともうゲ飽きたなみたいな。 俺だけがハゲててねもう全然周りに何,のため何のためにハゲてるんだみたいなねこともちょっと自分自身仲間も何も,何も追従してこないしねなんかあの安易なハゲネタだってことも思われちゃってなんかね元冬木さんとはね君とはハゲに対する考え方が違うって言われました <laughs> 言われましたよ元冬木さんにねあの、まあ、ハゲは群れないっていうねあのそういうなんかお姉系の方とかねちょっと,あとふ ちょっとぽっちゃり系の皆さんと違ってあんまりね、一緒に活動してないんですけど、君とはちょっと話が合わないなって言われましたね。なんか考え方がち、スタンスが違うみたいですよ。なんか、あのー <laughs> そう、そう、そうなんですよね。なんかね、ズラデカっていうねド、ドラマとか映画にも出させていただいたんですけど、やっぱちょっとスタンスがね、いやいや、街のハゲなのか、攻めのハゲなのかっていうね、 えーまあ、非常にこうどうでもいいというね世の中が全然それ食いついてこないっていうねそれをなんかあのねちゃんとコメンテーターとしてしっかりこのねあのー、このハーゲーとか、まあ、今回のことに関してもねすごいあの半笑いにならずに考える方がねいませんのでねでも支持らしさもすごい若いと思ったらもう40ぐらいいってんだよなあでも若い方が得なんだよな うん、まあ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 、本当に。ああ、とね。あ、自民党2回し、えー、3年間で書籍代3500万円っていうすごかったね。これね。図書館かとかね。本屋全体買ったのかとかいろんなツッコミがあってね。あのー、なんか、派閥を解消して政策集団としてやりますってのも、なんかね、ちょっと意味わかんないですけど、あれね。どういうこといや、あの、別に一緒だろうみたいなね。なんか別に、派閥ってね、 まあ、要するに中橋グループってことでしょもうすごいざっくり言われると、まあ、この人についていくとか、まあ、ここにいた方がいいのかなみたいなことだから、あの、和田っ子ファミリーとかね、和田鬼ファミリーとか、うん、以前ピンコさんとね、石フッコさんは、ちょっとあれなんです、経営の中なんですけど、あの、いうことだから、な、なんだろうね。麻生さんは派閥やめないのか。いいね。最後まである意味、ある意味一歩筋は取ってるね。本当に。 で、あれだけ出現するとね、あ、なんか外務大臣のことをね、なんかをね、女性の、また、容姿に関して言ってましたね。なんか不、不適切にも、ほどがあるに、ちょっと、なんか、で、仮面を視線してくんねえかな。あの、麻生さんね。麻生さんっぽい人出てこないかな。す,すごいな。そしたら、まあ、ちょっと好きになっちゃうから、よくないね。アニメとか漫画大、ね、好きだからね、あの人ね。本当に。あのー、ね、容姿に関してね、あれに関しては、まあ女性、ね、ああいう外務大臣の方が、 あの、言ってましたけど、なんか名前間違いもあるし、いや、すごい。でも、あんまり、その辺が、間違いとかが、もう、ある、ありすぎると、なんかこう、麻痺まひしちゃって、なんかどうでも良くなってくるっていうか、もう、怒るのに、なんか疲れてくるってなりますね。あ、そうか、上川さんのことを、神村さんって言ってたのか。 ね神川陽子さんのことを、綺麗な人ではないが、みたいなことも、すごい、すごいよね。でもそう思ってみたら全然、いやいや、綺麗じゃないとかないじゃないと思うっていう、なんかで、で、結果内容を褒めてんだよな、ね。だからなんかわかんないけど、こっちが勝手にいい方をなんか見つけ出すっていうね。なんか、 っていううことはもうなんか手のひらの上なんじゃないかっていうね逆に気がしますけどねいやあいうねちょっと昭和っぽい人は SNS とか見ないだろうし何かそういうのも気にしないから何かそういう人がね何かずぶとくなりたいね本当にずぶとくなりたいねって言ってなりたくないんだけどねなりたくないんだけど一応言っちゃうねずぶとくなり。 痛いよねー。羨ましい。羨ましいのかな。で、あと、何これ自分の本買ったっていいよね。だったらもう本当に。ハゲラップの CD とか買いたかったよ。本当に自分でな。本当にわかんないけど。うん。ね、今もう廃盤になってますからね。ハゲラップの CD。なんかオムニバスとかのレコードになったりはね。してますけど、すごいですよねー。ああ、さんまさんがね、ヤングタウンでね。なんか、鳩屋のね。 なんか例えを言ったら「ハっトや」に決めたっていうねなんか「どうに行くならハっトや」とかいうのなんか若い子が結構若い子とねラジオやられてますからヤングタウンで「知らない」とか言ったらやっぱりその年寄りに合わせるべきだとか言ってねもうそのまま俺行くんだからこのね若者がまあ若者のね言葉とかも知らないって言ったらねやっぱそれはまた知らないんですかとか言ってちょっとバカにされるじゃないですかある種ねちょっといじられるじゃないですか。 すごい知ってたら気持ち悪がれるんだけどね。どうしたらいいんだろうね、あれ。なんかおじさん公文とかね、おばさん公文とか、攻めてくるよね。攻めるよね、本当に。誰これ誰なのこれ一体わかんない。あの、春の愛なの攻める言うよね、言うよね、本当に。あのー、なんかね、攻められるね、とにかく。で、別にこれ途中に合わせろって、その、なんか、あれだね。 あのお笑い番組とかもうそのそういうところで言ったのを切り取りにされるとまあねそれこそずっとダウンタウンの松本さんが言ってましたけど面白くなくなるねあのどんだけその時に、ね、細かい面白いこと言ってねその空気感でね面白いんだけどねその見出しになっちゃってねあのちっちゃいねミュースになるとね面白みってなくなるねえー なんか、す焼きしのことが好きなんだよな。あんまりあっちからは相手されてませんけどね。えー、年寄りに合わせると言言わせてくれよ本当に。言わ、見逃してくれよ、お前見逃してくれよ、本当に。キョンキョンだよ。もう、キョンキョンのポスターをなんか、トイレで入ったら、違う80年代に戻ったり、行き来したり、タイムスリップの穴だよ、本当に。タイムトンネルだよ、キョンキョンが。本当に。 ねえ不適切説にはほどから見てください。えー、そういうね、別にそのノリでね、その言いすぎていいんじゃないですか、言いすぎないと面白くないんだから、もうこの前なんかね、あのー、レイパー佐藤さんね、あのー、呼んで、ライブやりましたけど、もう、最高でしたよ。もうなんか全体が、もうタイムス、80年代、90年代初頭にタイムスリップしたみたいで、気持ちが良かったわ、本当に。うんうん、なんか、幸せな漂流教室みたいな感じだったよ。 本当にみんな、それタイムスリップしちゃったよ、本当に。ね本当に、ね。母子の愛がね、感動的ですけど、昇る、今日、昇ちゃんなんて言ってね、えー、本当に、立ち読みで最後まで読みましたけどね、すごい、あの、近所の本屋に嫌がられましたけどね。えー、で、立ち読みというか、途中で座り読みで泣いたりなんかしてね、えー、本当にすごいんですけど、あ、広瀬涼子さんがね、事務所辞めたっていうね、長いこと言ったんですね、26年間所属したっていうことでね、なんかあったんですかね。 えー、不思議ですけども <laughs>、あの、すごいよな。キャンドル・ジュンさん、キャンドル・ジュンさんを広めてくれたってことで、今離婚されちゃいましたけどね、去年。あのー、 キャンドル・ジュンさんってことをあんだけ紹介してくれたってことで、広瀬良子さんのやっぱり功績って、やっぱりね、芸能界に残りますね。これ私だけの観点ですけども。うん、ね、えー、でもやっぱりね、広瀬良子からね、やっぱり言い,い,い,い寄られたじゃないけど、仲良くね、してくださいとか、きっかけがあってやって、その辺の私のもっと下のと人たち世代の人たちうん、もうね、これね、無理だよはっきり言って男としてねうん。 私は違うけど。またね。そんなこと言わなきゃいけない。めんどくさいな。めんどくさい世の中だからあんま見なくていいですからね、これね。あんまり見るとね、なんかそういう、もう、で、この、いちいち言ったことにフォローするのも嫌だよ。本当に。もうね、やめてやろうかな。もうやめてやろうかななんて言っちゃいけない。本当にもう、あんだけね、プ,プラスマイナスの岩橋くんみたいな、あんだけ才能のある人が、やめちゃうんだから。まあやめちゃったら、芸人やめちゃうわけじゃないのかな。解散ということなのか、 いや、もう漫才とか見たけど、久しぶりに映像を改めて。達者だね。吉本のああいうね、いろんな舞台こなして、大きな舞台もちっちゃいとこも全部こなしてる人たちは、やっぱすごいな。いや、もう勝てないわ。あの漫才の力というか、パワーはね、やっぱすごい。もう、とに技量がすごい。もう、型が、 強すぎるわ、あの辺の人たち。あ、花丸大吉さんもね、この前、なんか、情熱大陸出て、なんか、博多ね、福岡ドームか、ペイペイドームもう今、ちょっと名前がちょっとわかんないけど、なんか福岡ドームで、博多ドームでやってましたけど、お客さんたくさんね、お客さんもたくさん、芸人さんもたくさんで、やってて、すごいよね。まあ、オードリーもそうだけどね、なんかそういう、なんか、いっぱいする人がいるね。結構、だからできるんだね、逆に言うと、あれぐらいのもうレベルの人になるとね。 まあもちろん、ゲストはいるにしても、あの、なかなかね、でもプロレスでね、新日本プロレスなかなかいっぱい演出するの大変ですよ。あんだけプロレスファン全国にいるのにね、なんか、ちょっとや悔しい感じしたね。本当に。いや、あれね、東京ドーム、ね、基本的には1点を最近、年に1回だから、ね、まあ全団体じゃないけど、もう、ちょっと、なんか前にした方が絶対いいんじゃないかって気がするね。とにかくね、もう、この、 1>, 年に1回の東京ドーム絶対満員ですよみたいなパンパンですよって追加席もよっから出ますよみたいなねえあの猪木さんのね引退試合とか UWF 対新日本のねやっぱりあの対抗戦とかもすごかったですけどなんかプロレスのファンのねクオリティというかあのー、ねこの数数のあれで言うと人気というか潜在的な言いそうな気するけどな本当にあれですよねそんな。 こともありながら広瀬さんも頑張っていたただきたいあ、田中幸喜さん、危険ドラッグで書類送検出ましたね。これね、11月に、えー、六本木の昨年のね、えーと、六本木の路上で指定薬物のテトラヒドロカンナビキソール。テトラヒドロカンナビヘキソールか。あ、ヘキソールじゃないわ。ヘと最後の。 をにしてると思っちゃったごめんなさいね。ヘトラヒドロカンナビヘキソールってなんかおまじない大百科のあれだなおまじない大百科になんか出てくるあれだななんかあのおまじないみたいだなこれ、えー、そういうことあの言うと職務質問から 逃げられるよ、みたいなね。えー、そんなことやっちゃいけませんけどもね。はい。で、一応、まあ、あの、書類送検ってことですけど、でもいや、逮捕もね、なんか、逮捕して、所持で逮捕とか、使用で逮捕とかで、なんかもう5回から6回ぐらいなってんだよなぁ。いや、すごいなぁ、すごいね本当に。 うんで、そうか、執行猶予、別のなんかありましたよね。女,女性を恐喝して1万円振り込ませたっていうのもありましたね。2021年かな。で、えー、懲役1年実刑が確定、で、取り消され、執行猶予も取り消されて2年8ヶ月となったみたいな、保釈中のっていうことでね、こちらもね、続きは9点で、えー、続きはライブでね、見てください、これね。言えない、言えないんですよ。 本当にねもうだからだんだんそうだねだんだん面白くなって面白くなくなってくるね本当に無理だわこれあのもうねなんかそんなね芸能界の動向とかだからなそうなんか最近ねなんかナンシー関さんがね NHK のなんか番組の再放送で出られててねナンシー関さんがね生きておられたらどんなね 話をされたのかなーとかなと言って、まあ、今でも私ね、南進関のコンビニに、はさも、ねえー、ベスト100とかこれを読んだりしてますけど、まあ本当に勝手にね師匠としてお会いできなかったんで、ある種師匠としてあの参考にというかね、リスペクトしてる部分はありますけど、ねもうちょっとねー、こじんまりとしたところでね、ごちゃごちゃ行っていくしかないですねだから前はね。 本当にね、私のこのね、YouTube なんでみんな見ないんだと、これ楽しんでる人ね、他の人に言ってないだろうと、こんな面白いのがあるとか言ってないだろうと思ったんで、言ってなんでお前たちね、言ってないんだと思って、ごめんなさいね、お前たちね、お前様たちね、あのー、思ってた、広めないんだと思っ,思ってましたけどね、正しいわ。広めない方がいい。そんな、こういうね、もう、もう狭い、もう箱庭のような、狭い、いつはスモールワールドでね、 あの、スモールワールド is w o ダ d ル r ール l world でね、あの、やっていきましょう。で、またね、そんな広まっちゃったらなんか面白くないとかいう人出てくるんだから。あれ、なんだろうね、あの、面白くないマウントなんだろうね。最近もなんかあの、農科学者の森健一郎さんが、なんかダウンタウンをはじめ吉本の芸人とか、あるいは有吉の壁とか出てるような人たちは、みんな、小5レベルのお笑いで変えなきゃいけないとか、なんか、むちゃとんでもないことをおっしゃってましたね。 すあの人すごいですね。なんかね、ねなんか、ジャニーズの音楽は全然ダメだみたいなこともなんか前も言ってましたし、なんかもう、なんかモンスターとかクラシックとかな、なんだっけ、ボブ・マリーとか、ピートスならいいけどみたいな、いや、レゲエ好きなんかいみたいなね、ちょっとそんな話もしましたけど、とんでもないことを我々の脳を活性化してくれるよね。 本当に、え、これどう、裏、逆に裏テーマ、そのまま撮ったらこれ、あまりにも浅はかすぎて、そんなわけない、脳科学者の人が、そんな発言するわけないのかなって、考えさせてくれるよね。あとね、毛量が多い。毛量が多いよね。だから、だからやっぱちょっと悲願じゃうのかな私がちょっと、悲願見てつい思っちゃうのかなそういう。 あの、正午、正午っていうね、なんかな、なんか、なんか面白い俺は笑えなかったよとか、面白くなかったよみたいな。特にね、今回の,その松本さんなんかも、そういう人やたら出てくるじゃないですか。な、な,んな、あの、白くなかったマウント、ねえ、その、面白くなかったマウント、大集合みたいなやつ、やってくれないかね。それでまたその中で、その人たちが、誰が一番面白いのかってことをちょっと決めたいですね。 あのでその人たちが面白いと思ってる人誰なのかってのちょっと聞きたいですねあの。面白くないマウントを取ってる人が面白いと思ってる芸人っていうね。あのホリエモンがね昔あのなんか誰か面白くないとか言っててあのハンバーグ師匠が面白いって言ってました一番ね、うん、逆に下がったんじゃないかって言ってねなんか温度が生煮えになったんじゃないかってねあのジューっていうねあの、うん、ちょっとあのよく分かってないんであんまうまく言えれませんけどね、えーあの。ハンバーグ師匠が一番面白いらしいですよ。 それも文句は言えないですよね。そういうことに関してね。野々村龍太郎さんが、合計機能野々村龍太郎さんが5万円で恋愛相談サービスをやっているということで,ですね。ここならというですね、えー、アプリでですね、世界的に有名な私があなたのどんな悩みでも受け止めてますということで、えー、ネット上で自分の仕切りをう一回するサービスを始めたということで、これ、皆さんこんなね、YouTube 見てる場合じゃないですよよくわかんない YouTube を。これに参加してね、あのー、龍太郎にね、 あのー、もっとね、人前に出るようにね、言ってあげてください、本当に。あの方なんかもう伝説のあのね、2014年のもう10周年ですよ。あの時からもう出てないんですから。で、未だに私がお話しさせていただく。最近なんか、あれだね、なんか、安倍、安倍さんじゃねえわ、麻生さんが被ってるみたいな、なんかあの、帽子被ってた、ハット被ってたね。なんか最近見たら。いやー、かっこよかったね。かもうファンですからね、私は。いやー、こら。 ねえ、あなたたちにはわからないんでしょうねっていう名言がありましたね。のみならずっていうね。いやいや、あんまりあの、5久議員の、モノマネ自体は私もうまくないんですけどね。なんか好きなんで勢いでやっちゃうとりあえず抱いとけみたいな。あんだけね、やっぱり泣けないですよ。やっぱりこれをね、週刊女性プライムさんがね、あって、このね、マスコミがね、いい、どう、わかい,いいとか悪いとかいろいろありますけど、このーむの龍太郎情報をね、やっぱり載せてくれるってのはいいですね。まあ、元議員で今は一般の方なんですけど、 なんかね、そういう音声のやつもやってたんじゃないかなとにかく、あの、野々村隆太郎の恋バナチャンネルっていうらしいですよ。すごいな。これ、えー、恋愛テクを教える。二人でキャンプファイヤーを行えば二人の距離を縮めることができるって。いやいや、キャンプファイヤーにもう行くってことはもう距離縮まってるでしょーって。縮まってますから、残念っていうね。 そう本当にもうあの政務ねあの日帰り出張ギリみたいなね政務、えー、活動費ギリっていうの全然切れ味良くないですけどまあ、とにかくですねあのすごいですね。 恋愛相談を受けたいですね。いいんです。既婚者でもいいんですかね。恋愛相談してもいいんでしょうか。はい。あとは理想の上司がね、発表になってまして、1位が男性、内村さん、内村てるさん、大谷、昌平、室津し、安住慎一郎、栗山秀樹、川島明、ね、リンの川島君ですね。伊沢拓司、あ、あの、東大の人か。藤井さん、え、藤井、これあれか、あの、あれかな えっと、日テレやめたアナウンサーの方かなやめる。あと、サンドウィッチマン、ダテんえ設楽さんね、バナナマンとか。あとは、女性は、ミトちゃん。あ、ミトちゃんがもう、女、上位1位。ね。あの、上司が。あと、甘みゆきさん。甘みゆきさんすごい。もう10年前、十数年前も1位だからね。伊藤あさこ、えー、楽器ッアンミカ。アンミカさん、ほんと、アンミカさんが上司でいいの。えー、佐藤翔りちゃん、白石まいさん、田中みなみ、石原さんこれ好きなだけでしょ、これ。 最後の好きなだけでしょ、これ、ちょっと。年上女性で好きなだけでしょ、これ。結構、朝日芸能の、なんか、あれだよ、いろいろコメントを、なんか、ぬればじゃないけど、コメントを求められるメンバーだよ、結構。この石原とみさんとか、石田里美さんとか、白石舞ちゃんとか。アンミカさんいいのかね、ちょっと。あん、これね、ほんと甘さんは長いんですよ。2010年とかでも1位になってますからね。その2010年の、 時点とかだとね、10年前とかは、あの、坂井正さんとかね、あの、エスミマックさんとかの時代ですけどね、あの、イチローとかね、そういう時代、あの、これ、調査が始まった、1998年の1位、男性1位、長塚京三さんですよ、ええー、あと野村克也とかね、えジ、ー、所ージさんとかあったら、ね、椎名吉平。 死ぃなきって、伊藤史郎さんとかね。で、女性が98年の1位が、鈴木京香山口智子、高島玲子、小宮悦子。うわ、時代があるね。野際陽子ね。安藤優子さん、久本さんとか。いや、すごいね。桜悦子さん。あ、さ、今日のでいいこと。いや、すごいね。そんなようなこと。ああ、もう45分になっちゃったか。もう45分長くなっちゃったね。 ごめんなさいね。あのー、私はね、割とこれぐらい長いのがすけど寝ながら、寝ながら聞くんでね。もう寝ながら聞くとね、ちょうどいいんですよ。うん。あ、ね、いろいろね、芸人さんの友声、鬼越トマホクか。ゴエって、鬼越トマホクのチャンネルとかよく見てますけど。はい。あとはですね、あのー、多分ね、もう、あのー、月末ぐらい、早ければ月末、3月ぐらい入るかもしれませんけど、なんとですね、チアラジュニアさんのですね、チアラ YouTube。 いろいろ芸人さんと話してるね。あの、ま、いろんなことされてるんですけど、芸人さんとね、まあ、若手とか大阪から出てきてるね、勢いの,勢いのある若手とか、あるいはショーレースで注目の人とかですね、いろんな、あではベテランでね、えー、まあ、俳優さんとか、まあ、吉本の方も多いんですけど、それ以外の方も結構出てる、もう本当にね、業界の方も注目の、あの、まあ、ジュニアさんですからね、あの、YouTube があるんですけど、1対1、ま、タイマントークじゃないですけど、まあ、コンビとかね、ピン芸人の場合は、なんとそちらの方にですね、お呼ばれして、 あの、行ってきましたんで、ちょっとぜひね、あの、見ていただけたらと、あの、更新されたら思いますね。それでなんでね、呼ばれたのかとか、そういうこともすべて、そこで見ていただければ、えー、わかるということでございますね。まあ、あとはあれですかね、本当にね、もう6月30日は単独ライブ、9月5日は30周年、ね、えー、記念興行、ね、あ、なんか、え、t r m も30周年とか言ってたね、同期だね、本当にね。 はい。ということでね。ますますですね。チャンネル登録の方お願いします。まあ、ちょっとずつでいいんでね。気が向いたら、もうこれ見てる人は大体もうして、してるんでしょ。だからもうそん、そんな増えてないもの。対してね。えー、あの、別に、やけくそになってるわけじゃないですよ。別にね。増やしてくれて、増えたらね、それはそれで喜ぶっていうね。人間らしい可愛いとこもありますので、はい。ね。改めてね。 えー、3月8日はね、プロレステーマ曲の殿堂とかもありますから、X の方でチェックしてください。X の方で、Twitter からね、変わりますけど、未だになれません。はい。ということで、発射の時刻が来たようです。